バババババーン、ジャマママ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 ン、ということで、昨日はお楽しみいただけましたでしょうか。ジャマでございます。J1 が終わって J2 ですね。しかもあれなんだっけ、2月7日のアップデートで蒲田マーレがいなくなっちゃうと、蒲田マーレのチームがいなくなっちゃうということで、この方、私の大好きな原和樹さん、原和樹さんが獲得できなくなるということで、これ今作最強フォワードの一人に数えられるんで、皆さんもぜひ取ってくださいということで、蒲田マーレボンバー、蒲田マーレ邪魔ママンということで、やっぱ降格昇格でね、まあ、逆に言うと昇格してくる人の新しい2チームが集まってくる。ロアッソ熊本と蒲田マーレが降格かな。だからそこちょっとね、早く欲しい人はね、ぜひね、2月7日までにボンバーしてくださいということで、ジェフユナイテッド千葉、今ちょっとまあ町田選手はね、山賀に行っちゃいましたけども、J の気持ちを思い出してね、町田選手も活躍してほしいということで入れていきましょう。あと一人ぐらい誰かおらんのかいと。あ、権田さんは、あ、違う、ユニフォームはキーパーだからか、ユニフォーム似てるぞーいと思ったけども、キーパーだったからですね。あ、この方船山選手、この人ジェフ千葉なんで、あ、俺ジェフ千葉 やったっけ。まあいいや、 ST か、サイドハーフもできる、入れていきましょうよ。ちょっとね、この人すごい良かったな、中盤の。でも三田選手とインニエスタ選手はちょっと俺の中で不動のメンバーになっちゃうんで。え、サイドハーフできない？左できないんかい、やらんかい。サイドハーフ誰かいないかな。中村選手ちょっと、ま、流れで使ってるけど、サイドハーフ良さげな人誰かいない？ ST、 あ、ポドちゃんとかできるんじゃないの。シャビが来たらみたいな。あ、ビジャがゲット、あ、ビジャってもうガチャで出んの、もしかして。まだ出ない。やっぱ斎藤学ちゃんかな。学ちゃんが一番ね、あったような気がします。あ、センターバックどうしよう。センターバックトゥーリはちょっと存在感なかったからな。トゥーリは存在感なかったから、ちょっと他、ちょっともうちょっと強めのセンターバックに変えようか。で、こうか。オッケー。ちょっとのね、上り里選手がボンバーしちゃってるんで。あとやっぱ西選手いいですね。うん、さあ、上げていきましょう。勝ち点3を目指していきます。ということで、今日はジェフ千葉。さあ、誰が来るんだ。弱いやつ来てくれ。俺より弱いやつ、レート200来てくれ。やっぱ勝ちたいもんね。連勝したい。言うてまだ3連勝してないからね。あ、レーティングリセットかかってますやん。くぅ。そっか。もう2月1日だもんね。で、俺マックス1ヶ月やって450。雑魚。ちょっとこれをちょっとずつね、更新していきましょう。今年は、今年じゃ、今月の目標500いきましょう。あ、来た。弱いやつ来た。まあ、弱いやつって言っても、わかんないのか。みんなリセットされてるから。お、ファンウィジョ来てるやん。あ、家長持ってる。超羨ましい。この、左サイドハーフ誰なんだろう。さあ、あ、見た、あ、やばい。センターバック。マッチがボンバーパーじゃん。原和樹ダメじゃん。鈴木、8。ファンウィジョ。原ちょっと、後半から行こう。スーパーサブだ、今日は。原がちょっとね、やっぱ休ませていかないといけない。ここ数試合ね、ちょっと出ずっぱりだったんで、さすがの鉄人原も、ちょっと体、不調をきたしてるよってことで。さあ、チャマ J リーグオールスターズ、VS、北海道、コンサドーレ札幌。ぜひ勝つ。ちょっとファンウィジョね、注目、相手注意しないといけない。ただ、こっちには、竹房、久保がいる。そして、ファンウィジョも出てるよと。ファンウィジョ大好き。対決。あー、惜しい。た、軍行っちゃったね。オッケーオッケー。斎藤学ぶ。戻ってくる。ここ。見たがね、サイドまで引っ張られるっていうのが良くないパターン。オフ、ないね。クロス上げてくる？繋いでくるね。やめて！いや、マジか！それうまい！それ強いね！俺もそれやりたい！あの角度から、ちょっとスローモーションで見よう。
あ、見してくれないわ。はあ、それ見してよ、強い技。コンサル札幌ファミジョ持ってるな、この人テクニック持ってるぞ。マッチーから、誰がいけるか、一人飛ばしてっていうのが多分ケアできないんで。来た、はい、久保天才、オッケーナイス。そう、あのアプリはね、一人飛ばしてがケアできないんで、それをね多分ガン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 ボンバーボンバーしていったらいいと思います。ファンウィジョ、ファンウィジョ、いいね、ファンウィジョ。どんどん走っていこう、どんどん走っていこう。これいいかもな、この作戦。フォワードでめっちゃプレスしてガンガン追いかけていくみたいな。ここ変わってほしくないんだけど、まあ、ファミジョ、ここファミジョ行こう。中入れてくる、よしよしよし、ここやらせない。あ、いや、うまいなこの人。ちょっと今のはね、読めたっちゃ読めたけど、ファミジョ2ゴール、気合入ってますね。ファミジョ、角刈りのファミジョ見せて。え、それも見せてくんないの、秘訣をさ、見せてよ、邪魔に。ただ俺も負けないぞと。いいに、はい、久保、ここ、あ、来た、ファンウィジョ。いや、これどっちも守備雑魚い、どっちも守備雑魚いです。いや、守備だね、守備、オッケー。守備さえマスターしたら俺結構いけるんじゃないか、これ。こんだけ攻撃上手い人でも守備はやっぱり下手なんだと。攻撃はね、攻撃は今同点だとして、守備をね上手くなったらこの人に勝てる、この1試合で、この試合中に。邪魔、成長しろ、これな。センターバックで OK、 ナイス。センターバック動かしたくないね。ファンウィジョ、あー、 OK、 佐々木、佐々木、ファンウィジョ、またクロス上げてくるか、チハミ流裏クロスじゃないかこれ。おっと、だいぶセーフティーミスったのかな。丁寧に丁寧にボンバーしていきますね。ここで取れたらかなりいいカウンターができそうですか。頑張れ、うわー、ファンウィジョ強え、ファンウィジョ強いね。相手の攻撃の時間が長くなってますね。さあ、マッチ勝てる、マッチ頑張れ、気合い入れてくれ、ナイス。ちょっと遠いね、久保建英戻っていきます。見た見た、オッケーオッケーオッケー、中固めよう、中固めよう、オッケー。あ、出せない、ナイスナイスナイス、ここここ大事だよ、ここ大事、オッケー。ワンウィジョ出せるかな、オッケー、サイト、あー、パスがゴミ、あちょっと今体勢悪かったね。戻ろう戻ろう、中中中、追いつくか、追いつけ追いつけ、いいね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 、オッケーオッケー、出せる、はい来た、はい来た、あと一回、あと一回攻めさせて、あ、くそ、縦に当てたかったけどミスった、最後緊張して。じゃ、かなりペース握られてますが、2対2ということ、多分この人は守備が下手だからポゼッションして相手の攻撃の時間を減らそうとしてるんだろうね。だからもうね、取られたら取り返すその形、しかも一発勝負、カウンター、かなりね緊張感がある戦いを強いられてますね。これはあ、いった、ナイス、いけ、クボクボ、クソ、うーん、さあ、ファンウィジョー、ファンウィジョー、ウィジョウィジョー、ファンウィジョー、いよいよサイド結構この人得意だな、サイドのビルドアップが結構得意だから、中生かしたらどうだろう、取れそうだったら今一瞬、さあ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 、お、取れそう、ああ惜しい、戻ろう、ファンウィジョー、いいぞ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 、しっかり守って、しっかり守っていこう、これが通る？出ろ！あ、チャナティップじゃん！お、見せてくるね。よし。オッケー、カウンター、ここ。大事、ここ大事。いいんじゃん？あー、マッチ、クソ！トラップできんかったか！あそこトラップして、外でも中でも出せたんだけどね。相手がミスればこっちもミスる。緊張感が半端ないですね。久保くんが
読んでるよっつって、久保くん読んでるよ、ああファミジョオフないの、オフだよね、あお出た出た出た、しかもオフだよ多分、ほらルールは守んなきゃ、オッケー流れ来てる、選手交代だ、ここで一気にやる、ここで一気にやる、調子いいやつ誰だ、鈴木か、イニエスタ、イニエスタでもいいんだよね、マッチをちょっとボンバーしてサイドハーフイニからのここでしょ、であとはカズ三浦もね俺を誘ってる、うーん水沼、斉藤学がちょっと微妙だから、水沼右のイニカズ三浦をどっちだ、ファンウィジョちょっと疲れてるしね、やっぱどんなにいい選手でも走れなくなったらちょっと使えないからな、久保カズコンビ腹は使わないんだねスーパーサブや言ってたのにね、オッケー、ここ来た、カズカズよし来たカズこれはパホっていいやつ、2回パホられてたからね、これはパホっていいやつ、気持ちいい、いいじゃんカズ、いいじゃんいいじゃんカズ、出て一発で決めたぞ、ただもうカズダンスに誰も興味ないというこの現状、悲しいですね、みんなで踊ってほしい、みんなで祝ってほしい、ここ大事、ここ大事、ここ大事だぞ、カズカズ守備守備カズ守備、毎朝5キロのランニング、オッケーナイス、三田選手、いや完璧じゃん三田選手、はいはい、丁寧にビルドアップします、この対戦相手がね丁寧なビルドアップしてて、あこれはええなと思ったんで早速ね取り入れさせていただきますよと、あ惜しい、あそこが通ればな、ナイス、いいパス、おっとファールね、決めよう、これ決めて終わらせよう、頼む頼むね、低いかな、あくそ、よっしゃあ西オッケー、取れる、あくそ、なんでそっちなんだよやべえ、シュートのボタンとスルーパスのボタン間違っちゃった、カズカズ戻れカズ戻れカズ戻れ、ナイスナイスカズナイスカズ、戻る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 、いやスティックがスティックが前、ちょっとスティックが真ん中まで行っちゃってるよ、ああこれで出してくるんじゃない、ナイス、はい、いいパス、縦入れへんで、そしてここで入れる、イニエスタイニエスタ、いやクソマジでお前ちょ集キャンしようと思ったらミスったわ、集キャンタイミングはミスってる完全に、ショートコーナー一人走らしてからのここですよ、来い入ってこい入ってこい、いやー低い、誰もいない、そりゃそうだ、ショートコーナー生かしといてからのディフェンダーが何人かついてきたら終われ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 、アタック、クソデスすらならず、オッケー、よっしゃ勝った、気持ちいい、ちょっと強ないですかこれは、チャマのカウンター鋭すぎませんか、支配率 36% で3点、これは気持ちいい、これは気持ちいい、やー2ですよ、オッケーオッケー、お腹パン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 、これはいい、これはいいですぞ、やがっていくね、気持ちいいね、うー、三田選手のレベルを早く上げたいね、はいクリア、イベント報酬ボンバー、チームスピード上昇69か、いやこれいいわ、ちょっと選手を固定して99にするか、今日は気持ちいい勝ちを見せれたんじゃないかなと思います、ありがとうございます、皆様の応援のおかげでございます、最後までご視聴いただきましてありがとうございました、コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします、さようなら、パー。まったねー。